します。じゃあ参ります。はい、しますはあ、素晴らしいライブだった。プロデューサーとして誇りに思うよ、コージ。ハイド。はい。ここで待ってる。ああ、必ず成功して帰ってくるよ。ん？君誰？まずはアフレコ。はい。どうですか？体験されました。ね、自然にやってって言われたんですけどね、自然にできませんでしたね。なんか普段プロデューサーとかね、そういう普段言ってる言葉がやって舌噛んじゃったりして緊張してたんでしょうね、ちょっと。自然にって一番でも難しいですよね。アドリブもあったんですよ、こうハイタッチとかの。 ああいうのって意外にすぐ、うんうん、逆にああいうのこそ難しかったりするんですけど、ね、割とあすごい、やっぱタイミングとかもやっぱバッチリ取るのは早いですもんね、やっぱ。はい、さん実際歌を聞かれてどうでしょう。ちょっとね、最初声優さんが歌うって聞いた時はちょっと大丈夫なのちょっと思ってたんだ。なんかちょっと癖のある歌だったんで、大変 だろうと思って、大丈夫、うん、と思ってたんですけど、出来上がったの聞いてね、すっごくブーの音が出ないというか、うめえじゃんみたいな。ありがとうございます。プロデューサーとしてはちょっとつまらない。もっとなんかいろいろ言いたかったんですけど、ね、ああ、なるほど。バックマンって読まれてました。はい、コージってキャラクターが、その僕らのバンプスっていうバンドのギターを持ってたりとか、アクセサリーつけてたりとか、そういうところからファンの子に教えてもらったのが最初 で、だからそのところから存在はしてました。はい、もともと僕デスノートとか大好きだったんで。漫画好きですか。はい、大好きで、改めてちょっとジャンプ読んでみようかなと思いましたね。31日に大きな、はい、そうそう、トラックなんかも、はい、来年ラルクアンシエルが20周年なんで、そういうのいいきっかけになればなと思って出させていただきます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません、その下こちらもらいます。はい、行きます。大久保さん、こちらに。はい、